前から気になっているんですけど。え？何？こんなに人が多くいる場所なのに、タコ姉様のその耳と尻尾、誰も気にしませんよね。あ、キリちゃんには見えてるの？え、普通に見えてますけど。ちょっと手を出して。これでどう？おお、見えなくなりました。さすが、キリちゃんも強いのね。普通の人には見えないはずなんだけど。伊達にキリタンポ背負っちゃいないですからね。でも、そうか、周りには全然違うように見えているんですね。キリちゃんも、包丁飾りつけてたら、警察さんが来ちゃうわ。まあ、これは脱着式ですから無問題ですけども。街中を歩いていて、私の尻尾が見えるのは、相当強い人よ。時々目が合っちゃうことがあるわね。そうなんですか。よく騒ぎになりませんね。大体察してくれるから。それに、騒いだりしても、誰にも見えないわけだしね。以前、宅発中のお坊さんが、すごい形相で突っかかってきたことがあったわね。何それ面白い。近頃では珍しく、ちゃんと修行を積んだお坊さんだったのね。私を見て、今すぐお祓いしろと。それはそれはしつこかった。それで、どうしたんですか？どうもしないわ。ただ、いい加減にしないか、坊主。貴様ごとき修行の身で、我を払えるとでも思うのか。身の程を知れ、愚か者。と言っただけ。いや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 、怖いでしょう、それは。普通に生きてきて、千年生きた九尾の狐の霊なんて、見たこともないだろうからね。そもそも、私の体に甘んじている立場なわけだし、さぞ神経を逆なでしたんでしょうね。生ハゲがレベル45だとすると、姉様は。妹殿。え？ただの地神と我を比べるのは地神に酷というものぞ。あれ？ずいぶん元気ですね、今日は。今日は体が軽いのでな。失礼しました。自分の話をされて嬉しかったのかな？以前、大きな稲荷神社に行った時、そこの神様がとても恐縮しまくっていたわ。稲荷神社って、あの稲荷神社ですか？三大稲荷と言われる。ちょっとかわいそうだった。あと、狐をたくさん飼っている施設に行った時も、狐のみんなを怖がらせてしまったわね。みんな恐れおののいちゃって、海が割れるみたいに道ができたわ。狐にはわかるんですか？動物は大体わかるみたいね。動物園とか行くとダメね。怖がっちゃって慣れてくれないの。姉様ってラスボス級なんですね。純子の方が上よ。え、お待たせ。おー、まあ、どうかな。素敵です、素敵すぎです。今すぐ SNS にアップしたいくらいです。それはやめて。とてもいいわ、ぴったりじゃないの。ちょっとだけ胸が。なるほど、順調に増えてるんですね。増えるとかやめて。少しきついくらいの方がいいんじゃないの。ポロリもある。ポロリとか言うのやめて。これはカメラを新調しなくては。水着買うの初めてだから、なんかドキドキする。私のはあったけど、純子のは学校のしかなかったものね。まあ、それはそれで味わい深いんですけども。キリちゃん、最近おじさん臭いよ。ふふ。他のも試してみる。もう一つの方も着てみるね。あれ？何してるの？今、クラウドファンディングを一つ立ち上げました。え？どういうこと？これで今年は勝てる。何と戦ってるの？そういえば、さっきの話ですけども、スンネー様の方が強いって話は、どういう意味ですか？そうね。ほら、やっぱり、フォロワーの数とか、圧倒的だし、映画の主役をやったし。何か隠してますね。隠してなんかいないわ。タコ姉様、わかりやすすぎです。言えない。言えないわ。言ったら、消される。お姉ちゃん、適当なこと言わないで。うん。ごめんなさい。怖い。
ずんだ餅にしちゃうぞ。